たいと言われてもどこの方向に逃げていいのかもよく分からず、はい、まあどうしたものかなと思いました。防災無線も鳴ってたし、はい、携帯が枕元に置いてたもんだから、はい、それがなんかもう勢いよくなったもんだからびっくりして、はい、制裁とか加えてても北朝鮮はミサイルを作って発射何回もして結構恐ろしい状態なので、実際落ちてきたらどうなるか想像できないので怖いんですけど、あんまり身近にその恐怖を感じられない部分もありました。もう証拠りもなくね、毎回飛ばしてるんですけど、これでアメリカがねそれに乗ってなんかねトラブルが起きないといいなと。まあ、気象予報は日本と韓国なので、その辺を心配してます。